はいどうも、なおちんです。さあ今日もワンピースオデッセイやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強の攻撃力で最強の必殺技を打つとどれぐらいのダメージが出るのかやってみようと思います。果たしてカンストがあるのかどうなんだろうね。カンストないならば面白いと思うんですけども、ルフィのステータスがこんな感じです。攻撃力34,724 だね。最低限の耐性、そしてクリティカル率に振ったやつですね。まあ、納金装備と言っても過言ではないでしょう。では、この状態で戦っていきます。戦う相手は、ボンちゃんですね。パワー属性が有利になってます。では、どんな感じでいくでしょうか。それでは行きましょう。前の動画とかでもね、喋ったと思うんですけども、このゲームは、バフを入れると攻撃力上がりますよね。この攻撃力の上がり方が、蓄積なんですよね。どん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 上がっていく。30%ぐらいで、どんどん上がっていくんですよ。で、上限があります。確か。確か上限が、2倍までだったかな。200% だったと思うんですけども、まあ、とりあえず上限はあります。250かな。まあ、とりあえず、最初、バフ入れてない状態での最強必殺技が、攻撃力すごいな。9万5000だね。もう10万いきそうなぐらいの攻撃力があります。まあ、これに、バフを入れますと、攻撃力ね、ぐっと上がります。ニューワールドで上げていきましょう。で、あと食べ物ね。食べ物でも、最大 30% 攻撃力上がるやつがあるので、それとかも入れていきましょう。ニューワールド入れると11万9000。すげえな。上がってきたぞ。んで、食べ物も入れましょう。これがね、3ターンの間、攻撃力が 30% アップします。ブルックの、ニューワールドは5ターンだね。5ターンって結構長いよね。プリン食べてもらえ。んで、サンジキュンも食べ物をルフィへ。これでバフプラス食べ物2回だね。どれぐらい上がってる？おい、17万6000だね。あ、まだ上がりそうだね。まだ全然いけそうです。ルフィも自分でプリンを食べてみましょう。上限値がね、何パーセントだったかがちょっといまいち分かんないですけども、おお、まだ上がった。19万だよ。ちょっと待って、倍以上になるね。 200% 以上になりますね。 100% か。ではもう一回ニューワールドで上げてみましょう。どんどん上げても最大値で攻撃をしてみようね。ニューワールド入れてどうだ。上限値なりました。なった。ニューワールドプラス食べ物が3つだね。 30%30%30% とニューワールドで、上限値に達しましたね。ニューワールドも多分 30% だと思うんだけども、ということは 120% か。最大で上がって 120% まで上がるみたいです。食べ物でももう上がんないよね。一応食べてみましょう。ありがとうチョッパー。いけるか。はい。あ、で、そうか、食べ物でね、次の攻撃がこれ必ずクリティカルが出るっていう食べ物があるんですよ。攻撃力も上がって。なので、あ、なら装備のクリティカル率アップが3つついてるので、それを抜いて、1400の攻撃力を3つ入れれば、さらに強くなるっていうことか。そうするならば攻撃力が20万超えるね。20万。あ、やべえな。どんなダメージ出るんだろう。
では、もう攻撃力が上がらないので敵の耐性を下げましょう。ヘロヘロボールだね。根性を 25% ダウンして、パワー攻撃に対する耐性を 25% ダウンさせる。はい、これで完璧だと思います。バフも全部入れたし、敵の弱体化も入れた。必殺技入れましょう。さあ、どれぐらいのダメージが出るのでしょうか。いや、スネークマン、ゴムゴムの。カンストだ、カンスト、全員ぶっ飛ばして。カンストで99,999だね。ああ、カンストダメージです。うん、上限値は決まってますね。あ、なるほどね。じゃあここまで強化しなくてもいいってことか。だったらば敵の弱体化もなしで、3回バフ入れた感じでやってみようか。ニューワールドと食べ物2つ。感想だったら多分出るんじゃない。うん、おそらくだけど、ちょっと試してみましょう。攻撃力もこっちで上げる。食べ物を2つ食べてバフかけてもらうとどれぐらいの威力になったっけ。どれぐらいだったっけ。15万ぐらい。17万ぐらいだっけ。あ、176,657。これあればさ、カンスト出るんじゃない。これだけで試してみます。スネークマン、ゴムゴムのキングコブラ。あ、いったいった。あ、そんなに強化しなくていいや。3回のバフでカンストダメージ出ます。あ、結構簡単に出るね。はい、ということで今日は最強の攻撃力で最強の必殺技を使うとどれぐらいのダメージが出るのか検証してみました。検証結果、カンストがあります。カンスト値が99,999ですね。で、それを出すためにはそこまで強化しなくても良さそうです。実際今のところ、この感じで装備を入れてるんだよね。とにかく攻撃力、そしてクリティカル率が上がるようにしてるんだけども、まあ、ここまで攻撃力上げずに、まあ、俺の好きな、TP 軽減とか、そういうのを入れていっても、全然、カンストできそうね。TP 入れても、3万近く攻撃力があるので、まあ、全然大丈夫だと思います。はあ、なるほどね。上限なしだったらね、もうちょっと、ダメージ出たと思うんだけどね。おそらく、20万近くは出たんじゃない。まあ、今回はカンストがあるということです。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。